本日も 4200m 多士村、今が2時ネパール時間2時、今日帰るはず。この町はいつでも平和。さっきまで雨が降ってましたけど、すぐに止んで、乾燥してるんですぐ乾く。さあ今日はベースキャンプ戻って、明日からの山頂のあれで登るのみなはず。ベースキャンプ帰ってきました。ベースキャンプ、心なしかテントが減った気がするけど、そうでもないか。うちのテント、他の台みんな上にいんのかな。エベレストが今日は全く見えません。一番最初は明日が登頂日だったんですけども、どうでしょうか。明後日上にまた行きます。はい、5200なんで、ちょっと SPO2 酸素濃度下がって81に、下だと90 4200。まあでもいい順応してると思います。はい、夕食です。